ジャズの人が作ったんじゃないかなと思ってて、もうあんま喋るのやめよう。普通のお客さんも中フローリーは今日の出演者の方もいらっしゃいますけど、今日の出演者の方はパスを見せるとカウンターではドリンクが安くなるという説明を受けたと思いますが、河野さんにパスを見せると、普通盛りのお値段で大盛りになるそうですから、エブリバディよろしくね。じゃあバラード